どうも、北澤です。今回は競馬予想の教科書1、馬番が与える影響についてをお話ししていきます。この前話した通り、競馬予想の教科書的なものを動画を作っていきますという、ね、お話をしてました。このようなカリキュラムという言っていいのかあれですけども、順番でだんだんと不定期でお伝えしていきたいと思います。で、今日は幕番と馬番の影響というところですね。で、まあ、まず最初に、各馬の能力差が少なくなっている現代競馬においては、馬番、幕番の影響がより大きなものとなっています。で、当然コースによって内枠有利や外枠有利というのがありますが、ここでは基本的な考え方と予想への生かし方を解説していきます。知識やテクニック以前に理解しておきたい内容となりますので、ぜひ予想のベースを作るつもりでこの動画を見てもらえたらなと思っております。まず、それでは最初にですね、基本は内枠有利に決まっているというふうに書きました。というのも、競馬は例外はあるにしても圧倒的に内枠有利というね、そういうスポーツだからですね。まずコーナーを回るという動作を行う時点で、内側にいる方が圧倒的に許容数が少ないと言えます。これは人間に置き換えてみても理解がしやすいんじゃないかなと思いますね。というのも、その例えば駅の階段を上るとき、乗り換えで、よく僕は階段使いますけども、ちょうどね、階段を上り切って、例えば左とか右にカーブするときに、やっぱり内側にいる人の方がね、その同じスピードで歩いてても一歩前に出ちゃうんですよね。まあ、それを考えた時に、まあ、競馬だとね、さらにスケールが大きくて、ね、コーナーとかその距離も角度も大きくなってくると、もうより影響が大きいんじゃないかなと僕は思いますね。で、内枠といえば1から6番という連想しがちなんですけど、距離の定義から考えていくと、1桁馬番1から9番なのか10番より外かっていうのが非常に重要になってくると思われます。ではここからはメリットについて話していきます。まず内枠のメリット、同じスピードでもコーナーを回ると一歩前に出る。これは当然のことながら肉体的&心理的に有利に働きます。そして外を回る馬に比べて距離ロスが少ないと、したがって体力の消費も抑えられます。こういうことを考えていくと、コーナーを回る回数が多ければ多いほど、すなわち長距離戦になればなるほど、内枠よりの傾向が強いと言えます。とはいえ、外枠でも例えば行き切って、ね、しまえば距離数は最小限に抑えることができますね。だから G1 とか、この前の天皇賞春とか、まあ、タイトルホルダー16番の8枠でしたけども、行き切ったことによって、まあ、実際内枠引いたのと同じぐらいの、まあ、最小の距離を走れたというところで、そのあたりは十分考慮する必要があると思います。続いて内枠有利の代表的コース、まあ、ご覧の競馬場コースが代表的かなと思います。短距離戦が多いことに気づきますね。すなわち距離が短い、イコール差がもともとつきにくいという環境下では、より内枠のアドバンテージが大きいと分かります。まあ、ここには書いてないですけど、まあ、回収中なんでね、あれですが、京都の芝千里とか、まあ、本当にもともと京都競馬場なんかは内枠距離ですけども、まあ、そういったとこもね含めて注意していかないといけないですね。またこの今ここに書かれた舞台というのが、スタート後間もなくカーブに入る点も似ています。すなわち隊列が決まらない状態で外を回っていくのは、ロスが非常に大きいととも言えるわけです。続いて反対に外枠有利の代表的コース、今ね内枠有利書きましたけど、反対のねところなんですが、芝スタートのダート戦っていうのは、外枠の方が芝を走れる距離が長い舞台が多いですね。そこは結果的にダッシュがつきやすいと、そうすると内枠の馬よりすんなりと先手を取ることができるという話です。また内枠に比べて揉まれにくいというのも利点ですね。
中山ダート千里がなぜ外枠有利かというと、もちろん内枠に比べて外の方が芝を走る距離が長くてダッシュがつきにくいというのはつきやすいというのはあるんですが、それ以上に外から内にこうみんながね寄ってきてごちゃつくときにやっぱり内枠の馬がなかなか厳しいと、砂をかぶって精神的ダメージがあるというのも大きいと思います。そして新潟芝戦、ここに関しては外枠の方が普段は馬の走っていない外ラチ沿いの綺麗な馬場を走れる距離が長いわけですね。そのため7から8枠の好走率が非常に高くなっています。ただしいくら外枠入りのコースだからといって内枠が全くダメかというと決してそういったことではないですね。まあ新潟芝戦に関しては内枠はもう本当に結構厳しいんですが、それ以外のダートの戦利とかね、さっきの話してきたところで言うと、どうしても基本競馬はインコースをロスなく回る内枠の方が有利です。例えば中山ダート戦利だとしても、内枠からダッシュよく揉まれず先行できれば当然距離的メリットが威力を発揮してくるわけですね。反対にいかに外枠へのコースといえど もうスタートからゴールまで終始大外を、ね、インコースから稼いで馬は 5,6 頭分外を回し続ければ当然距離ロスが大きくなるわけです。まあ、ゆえにどの程度のとこを通ってくるかとか、そういった騎手の手腕が問われるとも言えますね。で、枠ごとのポイント、続いて枠ごとの特徴について考えていきます。枠を内枠、中枠、外枠に分けて考えて、それぞれのメリット、デメリットを考察していきます。芝ダートの違いも含めつつ、次のページ以降で分析していきますので、よかったら見てください。まず内枠、1から3枠、フルゲートの場合ですけどね、1番から6番の特徴と。メリットとして最短距離を通れる。そして馬に囲まれるため、闘争本能に火がつくというメリットがあります。反対にデメリット、直線で前が詰まるリスクがある。特に開幕週なんかで内殺到しますから、これは怖い部分でもあります。また前を走る馬のキックバック、芝だったりダートだったりね、そのあたりで塊が飛んできたりという精神的ダメージ。全体としては距離が少ないという最大のメリットがある反面、砂をかぶったり芝の塊が飛んでくるというデメリット、この相反する2つの特徴がある点は押さえておきたいです。続いて中枠、4から6枠、7番から12番ぐらいの特徴。先行でも差しでも客室による影響が比較的少ないのがここの辺りかなと思います。また内と外の出方を見ながら競馬ができる点もメリットでしょう。一方で両脇から挟まれる、接触する可能性があります。周りの圧力に弱い馬というのはプレッシャーに負けてしまって、どんどん、ね、後ろに後退してしまう可能性もあります。ただ力のある馬であれば枠の影響を受けずに能力を発揮しやすい枠ですね。人気馬であれば極端な内外よりも中枠に入った方が安心できるかなとちょっと個人的には思ったりもします。そして外枠、7から8枠、フルゲートでいうと13番から18番ぐらいの特徴。メリットとしては揉まれずに気分よく走ることができる、キックバックを受けずに走ることができるという感じですね。デメリット、距離ロスが大きい。また引っかかりやすい馬だと、行きたがってしまう馬だと前に壁を作れず、ね、折り合いを変えてしまうと、そういうデメリットもあります。全体として距離ロスはあるものの、能力があって折り合いに不安のない馬なら最も安全な枠と言えますね。なかなかそれが難しいことではあるんですけどね。あとは揉まれやすい、揉まれ弱い馬にとっても走りやすいというのが外枠の特徴。だから前走内枠で揉まれて惨敗しているけど今回外に入って気分よく走れそうというのであれば巻き返しの条件になり得ます。続いてペースごとの違い、こちらではですね、ペースの違いという角度から馬番の内外が走行へ及ぼす影響について考えていきます。スロー、ハイといった
ったラップに加えて、馬群ですね、隊列の形が与える影響について言及していきます。道中での走行距離や直線での進路取り、ポジション変更についておける影響を考えていきます。まずスローペース横長になった場合の影響、内枠だと、スローペースだとコーナーを曲がる際ロスが少ない、一方でマイナス部分として動きたい時に動けないことがある、バグ固まっちゃってますからね。外枠の場合、スローペースでバグが横長になった時に、内よりはスパートしたい時に動きやすいというメリット、一方でコーナーを曲がる際どうしてもロスが大きくなってしまうというデメリットがあります。バグが横になればなるほど、横に長くなればなるほどコーナーを曲がる際に外側の馬の距離ロスが大きくなります。逆にスローでも縦長であれば枠より位置取りが鍵になってきますね。そのあたりペースと馬群の形というところはポイントです。反対にハイペース縦長の馬群になった場合の傾向、内枠のメリット、距離ロスや体力の消耗を減らせる、一方でマイナス点、バテて前から下がってきた馬が壁になってさばききれないという危険性、一方で外枠、距離ロスなく上昇していくことが可能です。デメリットとしてはハイペースでの追走プラス距離ロスがあることによって消耗度が大きくなると。縦長なんでそこまでの距離ロスは少ないかもしれませんが、内枠に比べたらね、ちょっと多少は厳しい面があります。それぞれプラス面とマイナス面はあるのですが、スローペースの団子状態に比べればそこまでは影響は少ないかなと思います。それでもどうしてもね、内枠に越したことはないというのが正直なところかなと思います。で、続いて奇数馬番と偶数馬番について触れておきます。この違いという部分なんですけど、一言で言うとゲートに入る順番が違います。その些細な差がレースで影響を及ぼしますね。もし奇数馬番と偶数馬番の影響違いを測定できないのであれば、ぜひこれからの内容を見てほしいと思います。まず奇数馬番ですね、135とか、原則偶数馬番より先にゲートに入ります。そのため待ち時間が長くて馬によってはイライラして出遅れの原因にもなります。反対に偶数馬番24680とかね、原則奇数馬番より後にゲートに入ります。待ち時間が短い分ストレスは減って出遅れリスクは減る傾向にあります。よく内枠の偶数馬番が理想と言われたりするんですが、これはここに書いたことプラス距離ロスの影響ですね。少しの待ち時間の差が馬の精神状態、またパフォーマンスに大きな影響を与えます。以上、今回馬番と枠番の影響についてお話ししてきました。今後取り上げていく予定のものとして、こんな、ね、テーマを考えています。不定期となるんですけども、一つ一つ丁寧に噛み砕いて解説していきたいと思ってます。ぜひ初心者の方はもちろん、中級者の方とかね、上級者の方も内容を含める内容の確認といったところでぜひ見てほしいなと思ってます。自分が普段気にしていないこととか気になっていることがあれば見てほしいですし、これを見て私はこう考えてますとか、僕はこのようにいつも分析をしているというのがあればぜひコメント欄に気軽に書いてください。では今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらグッド評価、チャンネル登録お願いします。ではまた。